どうも、小林です。水上反撃部隊突入せよのマンスリー任務。人により任務に時間がかかるため毎月スルーする方もいますが、この任務が岩本隊任務の解放のために必要になるので一度はクリアしなくてはなりません。難易度がかなり高く難しいので、今回は初めて任務に挑戦するための編成攻略の紹介をしていきます。任務内容は駆逐を機関にして従順1、軽順1、駆逐4で2の5を S 勝利1回です。この任務の辛いところがボス前の索敵のきつさ、道中の撤退率、ボスで空母と戦艦合わせて3隻を含む艦隊に S 処理しないといけないので、ある程度艦隊の連動と装備がないと難しい任務になっています。空母が出た場合、少なくとも制空を拮抗にしないと敵戦艦が連撃をしてきて被害が増えるので、水戦装備できる艦が1隻必須になります。高順は使えないので従順か軽順で水戦装備できる艦がいないと辛くなります。まず従順・軽順枠には誰がいいかを解説していきます。従順は現在では水戦が装備できるのはイタリア従順だけなので、ザラ・ポーラの2隻が理想です。特にザラ海には搭載数が多めなので、対空後の錦水戦熟練や強風海1つ装備と随雲634以上の対空ある水爆1つでボスマスで航空優勢が取れます。次にポーラ海になります。ポーラも水戦が装備できますが、搭載数が少ないのでボスで航空優勢取るためには水戦2つ装備が必要になります。ですが水戦2つ装備して航空優勢取ってもポーラ自体が連撃できなくなるので、基本は水戦1つと索敵のために偵察機にした方がいいです。従順はこの2隻以外では火力を重視するか索敵高い従順にするかの選択になります。できるなら期間限定の7の3でポーラを掘るのをおすすめします。一応4の5でリベッジを掘り、大型建造でザラを建造することもできますが、こちらは資源状況次第で。次は軽順の解説。まずは従順でザラ・ポーラがいない場合の選択肢として、ユラとタマが水戦を装備できます。水戦を2つ装備するならボスで航空優勢取れるので、従順が連撃できるようにすることも可能です。ただし索敵が厳しくなりますので、個人的には制空は拮抗でいいんじゃないかと思います。次に従順で水戦装備させ制空問題がない場合の選択ですが、索敵を考えると4スロ軽順がいるならおすすめです。オーヨドやヘレナがいると4スロで索敵も高いので、持ってれば一番いいかなと思います。イタリア軽順姉妹も4スロで火力も高いですが、索敵がオーヨドヘレナに比べると低めです。あとは軽順なら偵察機乗るレベル高い艦や火力とかを見ての選択になります。次に編成の紹介です。期間限定ではありますが、ポーラ含め通常会議で入手できる艦で揃えました。ボス前に索敵判定で分岐点係数1で34以上でボスに到達できます。索敵に関しては結果りしている艦いますが、その艦をレベル99で想定して索敵が足りるよう調整しています。従順はポーラで水戦1つと偵察機で、索敵と空母出ても制空拮抗になるように。軽順は今回火力の高いジンズに主砲に偵察機、駆逐は海2艦を4隻揃えて挑戦したいところです。駆逐の装備は索敵計算すると1隻は電炭3積みしないと索敵ぞれしてしまいます。他は主砲に電炭装備です。あと増設が空いているなら熟練見張りに装備させると索敵を少し上げることができます。またバルジ装備できる艦にはバルジを装備させておくと被弾軽減にもなります。道中の解説をしていきます。1戦目、道中どこのマスでも運悪く大破する可能性がありますが、比較的ここは突破できる方だと思います。ここは砲撃戦での従順が一番怖いですかね。2戦目は敵編成と陣形ガチャです。軽巡壁球と雷巡地球フラグシップ編成を引くとかなりの確率で大破撤退します。今回のような雷巡地球エリートの編成で低軽陣が引けると割と突破しやすいです。砲撃戦でとにかく軽巡雷巡を雷撃までに中範囲できるかが重要です。私がみんなを守るんだから。2戦目後 E マスに向かいますが、ここで間違って低速艦を編成していた場合 J マスに進んでしまいます。ジェイマスは戦艦を含む編成で
ジェイマスからボスに行くには索敵要求が下ルートより高いのでメリットは何もないです。夕張会員特を編成する場合は高速化するのを忘れないようにしましょう。3戦目は従順三隻が固定で出てくるので砲撃戦で大破しないことを祈ります。従順も利休フラグシップとエリートのパターンがあるのでエリート多い編成引けるのが理想です。ボス前に索敵判定で索敵が足りていればボス到達です。索敵計算ツールでしっかり時間帯の索敵計算をしましょう。そしてボス戦です。今回は空母がいるパターンです。空母いない場合は代わりに戦艦がいます。ボス戦では昼戦のうちに軽巡駆逐を倒して夜戦で戦艦空母を撃破するのが理想の形ですが、昼である程度戦艦の攻撃避けるか宙外耐えてもらわないと野戦の手数が足りなくなるのでそこは祈りましょう。そして S 勝利を取るまでめげずに頑張りましょう。ということで水上反撃任務攻略編成の紹介でした。水上攻撃戦なら負けません、そのはずです。動画の方は以上になります。もしこの動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。